指数の拡張についての第6回テキスト07ページですねいよいよここで指数を本格的に有理数へと拡張するそういう準備が整ったわけでありますそれをここで行いましょうこのところで展開される議論ここに疑問がもし皆さんの中に発生するとすればこれまでのところね皆さんの理解に不十分なところがあったと ということですから、まず、その、準備となっているところ、それをしっかりと復習していただきたいわけです。さて、2行目。p を正の整数、q を整数とします。どういうことかというと、p 分の q という有理数を考えるんですが、分母の方は正。で、分子の方は負の整数も許す。そういうふうにして、p 分の q という有理数を考えます。 分母を正の整数とするには理由があります。別にあの、有理数を考えるときには分母があ負でも本当は構わないんですけれども、しかし、えー、私たちがこれからやる指数の拡張のためには、どうしても分母を正としておきたいわけですね。で、どうしてかということはすぐにわかります。そもそも A の P 分の9乗、それを X と置いたときに、それをどのように定義すべきだろうか。こういうふうに問題を立てたときに、 3行目にあるように、指数法則、A の M 乗の全体の N 乗、それは A の MN 乗に等しい。この指数法則が、M として P 分の Q という有利数を取り、N として P という整数を取ったとき、その場合でも成り立つ。こういうふうに期待したい。この性質が成り立つということをもし仮定するとすれば、5行目の式、 A の P 分の9乗の全体の P 乗は A の P 分の 9×P 乗。A の P 分の 9×P 乗のこの指数、の部分計算すると P が約してあって9というふうになりますから5行目の左辺、これは A の9乗というふうに計算されます。ということは P 乗したら A の9乗となる。ですか ?5 行目の式。 p 乗したら、上辺、a の9乗となる。そういう数が、a の p 分の9乗だと。というわけですから、6行目のように、a の p 分の9乗は、a の9乗の p 乗根。a の9乗の p 乗根のことを私たちは、えー、この類乗根記号を使って、a の9乗の p 乗根。こういうふうに表現したわけですね。でこういうふうに定義するのが合理的だと。 というわけです。でそこで私たちは、えー、有理数を指数に持つ類乗を次のように定義するというわです。A が0より大の数とする。そして P が正の整数。で、Q が一般に整数とするときに A の P 分の9乗は A の9乗の P 乗根であるぞと,ということです。でこの定義の特別に簡単な場合として、Q、えー、が1の場合。 いわゆる単位分数っていうやつですね。分子が1の分数。A の P 分の1乗これは結局 A の P 条根となるということです。の A の P 分の1乗というのが A の P 条根という定義をしっかりと覚えておくと、9行目の左の方の関係。これは自然な関係として出てきます。というのは、A の P 分の1が A の P 条根であるんだとすれば、 両辺を9乗してやります。両辺を9乗してやると、A の P 分の1の9乗は A の P 分の9乗になりますね。右辺は A の P 乗根の全体の9乗っていうふうになります。ところが、嬉しいことに、A の P 乗根の9乗っていうのと、A の9乗の P 乗根というのは、実は等しいわけです。これが10行目の中の冒頭に書いてあることですね。 で、従って、この性質が言えますので、9行目の特2の後ですが、特2の式、これを両辺を9乗してやってやると、両辺を9乗すると、左辺は9行目の最初の式の左辺になります。右辺は、ちょっと最初の式の左辺とは違う式なんですね。 A の P 条根の全体の球状ですから違うんですが違っていても実はそれは見かけの違いだけであって10行目の冒頭に書いてあるように A の球状の P 条根と A の P 条根の球状は等しいこういう関係があるというわけですで,ですから9行目の特にの後ろの式を覚えておけば P 分の球状の定義は忘れても自然に思い出せるということでこれについて注意しておきます すなわち、え、これ、え、こういうわけで、A の P 分の9乗というのを、9行目の最初の式で定義する代わりに、A の P 乗根の全体の9乗、こういうふうに定義してもよいわけです。一般に、この後ろの方の定義、後の方の定義の方が実用的なんですね。で、なぜかっていうと、え、A の9乗って、これ先に A の9乗計算してしまいますと、かえってその P 乗根を見つけるっていうのが大変なんです。 それに対して A の P 条根をまず計算しておいて、それの9条っていうふうに計算すると、話が簡単だということですね。12行目の例やりましょう。カッコ1。25の2分の1乗。25の2分の1乗って時に、25の2分の1個を取ってくるっていうふうに考えるわけじゃない、ありません。25の2分の1乗というのは、25の2分の1乗というのは平方根ということだ。25の2乗根を考える。25の2乗根ということで、5。 括弧に、8の3分の2乗。8の3分の2乗というのを考えるときに、10行目、11行目の中に書いてあるように、8の立方根の2乗。これをこういうふうに考える方が楽だと。もちろん8の事乗の立方根って考えてもいいんですけど、8の事乗を計算して64の立方根っていうふうに計算するよりも、8の立方根の2乗。8の立方根が2と出て、 で、2の2乗として4。こういうふうに計算するのが楽であるということですね。えー、カッコ3。8の3分の1乗のマイナス2乗。これを計算するのに、8の3分の1乗。これが8の3乗根。8の3乗根が2でありますので、結局全体は2のマイナス2乗。で、従って4分の1。このカッコ3番は、親切にも、 カッコをつけた8の3分の1のマイナス2乗っていうふうに書かれていますが、もしこれが8のマイナス3分の2乗っていうふうに書かれていても、このように計算をしたいわけです。先ほど A のマイナス3分の2乗例えば A の P 分の9乗っていうときに、分母の方は正っていうふうに考えましたけど、分母がなぜ正にしたかというと、 例えば、8のマイナス3分の2乗っていうときに、マイナスを分母の方につけるか、分子の方につけるか、有理数としてはどちらでもいいんですよね。で、しかしながら、類乗根っていうのを考えるときには、一般に、正の数 n に対して n 乗根っていうのが定義できているだけでしたから、分母の方を正の数として考えるということです。だから、マイナス3分の2乗っていうときには、 三分のマイナス二乗と、こういうふうに考えなさいということですね。でそういうことを,を,を、がポイントであるということをしっかりと理解してください。14行目以降の問い、基本的な問いとして必ずしっかりと取り組んで疑問の余地を残さないというふうにしていただきたいと思います。今回のことがしっかりと理解できるということはすごいことなんですよ。というのは皆さんは 中学の時にすでに指数表現を学んでいます。これはデカルトが始めた記号法だって言いました。しかしデカルトが知ってたのは A の2乗とか A の3乗とか A の4乗とか A×A とか A×A×A あるいは A×A×A×A こういうふうに書くものを短く書くことができる。こういうことで指数を導入したわけでありますねで。しかしながらそのような素朴な指数概念では 短く書くっていうことはできますけれども、所詮短縮して書くというメリットしかなかったわけです。それに対して皆さんは、A の2分の1乗であるとか、A の3分の2乗であるとか、あるいは A のマイナス4分の5乗であるとか、こういうものまで考えることができるようになったわけですね。その時に、決して A という数、2分の1個かけるとか、3分の2個かけるとか、そんな風に考えたら、 ほとんど理解不可能ですね。ナンセンスと言うべきでしょう。で、しかし、そのような素朴な定義では理解できない、そういう概念にまで、私たちは類情根という概念を介して到達することができたということです。すごいと思いませんか